読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。今回は前回の続きからお届けします。次の質問に移りたいんですが、まあこれちょっと面白いですね。この自民党、立憲民主党、日本維新の会のイメージを聞きますと。で、まあこれいろんな項目があるんですけども、まあそれぞれの項目でですね、最も当てはまると思う政党を、まあ一つだけ選んでくださいと。はい、項目としてはまあ自民党、立憲民主党、日本維新の会。であとはもうこのいずれでもありません、まあないっていう選択肢と、あとはまあ答えませんっていう選択肢ありますけれども、例えば外交を任せられる、これはもう自民党って答える人が 66%、 これは圧倒的に多いですね。で次、経済政策を任せられる、これもまあ自民党が 40% で、まあこれは強いですね。次ですね、改革意欲がある、これが維新ですね。維新が 47% でトップだと、これ自民党に関してはこれ 11% しかないですね。まあ、立憲民主党、まあ、左派リベラルって言われますけれども、ここが一番、まあ、数字としては低いと、まあ、10% しかないと。で、まあ、日本の伝統文化を大事にしている、大切にしているっていうのが、まあ、自民党がこれ一番多いですかね。で、まあ、この立憲と維新はそんなにも変わらないですね。 6% と 5% なので、もうこれはそんなに変わらないと。次、これも面白いですね。こう社会の多様性を大切にしている、まあ普通にですよ、普通一般的にいくと、まあこれは立憲民主党がトップになるであろうと、多分これ質問を考えた側も、まあ立憲民主党がまあ一番なるでしょうねっていうふうに設定したと思うんですけれども、これね、自民党と維新が 19% で同率のトップっていうんですかね、はい、で立憲民主党はこれ 13% しかないんですよ。これはどういうふうに見ますか？これは数字を見たときに一番がっかりしたポイントではあるんですね。我々は結構その、まあ、大体この質問項目だったらここかなみたいなことは議論をしながら作っていて、で、まあ、立憲民主党が1位になりそうなものっていうものも、まあ考えましょうと言って、でやっぱり社会の多様性っていうのは、彼らも非常にメッセージを出しているので、ここに立てているんですけれども、立憲民主党がやっぱりメッセージが届いてないんでしょうね。これそうとしか思えないっていうような、これは立憲民主党の人たちにとったらすごいショックな数字ですよ。そうだと思いますね。これは相当危機感を抱かなきゃいけないだとは思いますね。だからまさにその届いてないんでしょうね、メッセージが。で、まあ、高齢世代を大切にしている政党はどこですかと。これ 38% で自民党が一番多いと。で、まあ、立憲維新はまあそんな変わらないですね。 8% 5% はまあそんな変わりませんと。で次もですね、これもまた問題ですよ。若者世代を大切にしている、これがまあ維新が 26% で一番です。でその次に来るのがなんと自民党なんですね。これ 14% で、一番数字として良くなかったのが立憲民主党で 6%。 ここもまあメッセージとしては、まあ立憲民主党のメッセージとしてはですよ、やっぱりこの若者世代を大事にしているというようなメッセージを押し出しているとは思うんですけども、まあ見え方としてはやっぱり高齢者の方に向いてますねっていうところなんでしょうかね。どうですかね、これ高齢者を大切にしているというイメージがついているというよりは、立憲民主党の支持層がだいぶ今高齢寄りになってるんですね。で自民党については今岸田内閣でだいぶ高齢寄りになっちゃったんですが、安倍内閣がすごい若者に支持が高かったんですよ。やっぱりそこは改革姿勢が評価されてなのか分かんないですけども、そういうのがあって、立憲民主党がもしかしたら若者世代を大事にしているというのは、今だからではなく、ずっとそのイメージは持たれてなかったのかもしれないですね。なるほどね。いやいや、まあこうやって見てみると、まあなかなか立憲民主党厳しいなというのがまあ見て取れますけれども、まあ今回の紙面でですね、どういう見出しが取られたのかっていうと、政策実績、自民に信頼、維新、若者世代を重視、立民は多様性。まあ、こういった感じで、まあ、各政党の、まあ、見出しを取っているんですけれども、で、まあ、こっからですよ。こっからが、もしかしたら今回の、そのお話の、まあ、主題になるかもしれないですね。実は今、その3つの政党支持率のようなものを
述べてきましたけれども、これないって答えた人が実は一番多いっていう質問が今までの中でもかなりあります。例えば社会の多様性を大事にしている 44%、 このいずれの政党にもありませんと。若者世代を大事にしている政党はどこですか？ない 48%、 高齢世代を大事にしている政党は、どこですか？ない 43%、 さらに言うとですよ、親しみやすい政党はどこですか？ない 48%。 でも次はもう惨憺たる数字ですよね、クリーンな政党はどこですか？ない 66% ですよ。もうこれを見るとですね、もうどこの政党にも期待しませんよっていう人が一番多いんじゃないかなっていうふうに見たんですよね。なのでこの見出し、まあそのね、自民であったり維新であったり立民であったりっていう見出しを、まあ、新聞屋としてはね、まあ、取らないといけないなっていう思いはわかるんですけれども、言ってしまえばですよ、まあ、どこにも期待しないと、政治不信極まれりみたいなのが、まあ、見出しに取られるようなこの調査結果なのかなっていうふうに、まあ、ちょっと厳しい見方をするとそうなのかなっていうふうに取ったんですけども、まあそうですね、やっぱりその政党自体に対する不信みたいなものがあるっていうのは、まあ確かにその通りだと思います。で、まあクリーンだっていうのは、まあ66、まあ3分の2の人たちはクリーンな政党はないっていうふうな、ということですよね。そうです、ということですよね。で、まあでも、例えば外クリーンな政党がないという人が3分の2いるんだけれども、外交を任せられるとか経済政策を任せられるっていう人たちはやっぱり同じぐらい3分の2ぐらいいるので、まあ、クリーンである方がもちろんいいんでしょうが、まあ、そのこと自体がこう、まあ、現実問題としてそのことだけにこだわるともう何もできないっていうような、まあ、状況ではあるので、まあ、その中でも様々な選択をしてるっていうのが、まあこう今の有権者の、まあ、強いられていることかなというふうにはまあ思っています。で、例えば高齢世代を大切にしているとか若者世代を大切にしているっていうのは、まあ、こうへりくつではありますが、まあ、見方を変えると、まあ、そういうのがないっていうのは必ずしも悪い状況ではなくて、そんな世代なんて、世代分断みたいなものは考えてないと、世代対立みたいなものではなくて、いろんな世代を見ていろんなこう年齢層を大事にしてるんですよっていう政党ばかりだというのであれば、まあ、そのこと自体は悪くはないかなとは思ってはいます。なるほどね。そういう取り方は今回の結果でできそうですか？逆に、まあどうですかね、まあ、やっぱりだからイメージのしやすさで、はい、答えやすさ答えにくさみたいなのもありますね。外交を任せられるとか、経済政策任せられるっていうのは、まあ、ないっていうのは少ないんですよね。でこれはなんとなくこう今までのこう実績みたいなものを考えて、まあ、任せるとしたらあの政党かなぐらいで済むんですけども、例えば社会の多様性を大切にしてるだと、社会の多様性を大切にしてる政策って何かなっていう、そこから話を始めないとこういけなくて、まあなんかよく分かんないなってないになってしまう。だからちょっと答えるハードルが高い質問項目、まあ全く同じではないっていうところで、どうしてもこういったないっていう回答が増えるのは、まあ、仕方がないかなというふうにも思っています。なるほどね。結局今の政党支持率で最多なのが無党派層になっちゃうんですよね、先ほどその遠藤先生がおっしゃったような野球のファンに例えるならば、巨人軍に例えていいのか分かるんですけど、自民党が 30% 支持してる人がいて、だから巨人軍好きだよっていう人は 3割いるんですが、一方でその支持政党なしが42、今回の調査であれば支持政党なしって答えた人が 42%、 要は野球見てないとか、関心ないとか、昔の どこそこは好きだったけど 今のチームは全然どこも好きじゃないみたいな人たちがもう4割を超えていると、なると、それにも増してだから支持していない政党の政策なんて正直知らないよっていう人たちは、もうこ のイメージに即したものを選べないというか、この中にはありませんね、政治なんか期待してませんっていう人は当然いて、そういう割合になってしまうんだろうなと、一方でそのままでいいのかっていうと、いやそれはやっぱりもうちょっとちゃんと政治が、若者世代大切にしていろいろ現状変えてくださいよとか、そういうようなメッセージをの受け皿になっていかないといけないっていうのは当然あると思います、そうですよ。やっぱこの政治的無関心っていうのがこの数字から現れているなっていうのは取りますよ、そうですね、ちょっとね暗い話なんですけども、まあ、もうちょっと暗い話を続けていきたいと思うんですけども、まあ、ジェンダー問題についてもですね、まあ、質問がありますと。
女性の国会議員を増やして男女同数に近づけるべきだ、これは賛成っていうふうに答えたのが 26%、うん、どちらかといえば賛成、これが 54%、 これはもう合わせるとですね、大体8割の方が、もう男女同数に近づけるべきだ、どちらかといえば近づけるべきだというふうに答えてますと、はいはい、で同性間の結婚を法的に認めるべきだ、これ賛成が 26% で、どちらかといえば賛成が 42%、うん、これもですね、まあ、合わせるとまあ大体まあ6割から7割ぐらいの方ですかね、うんうん、が、まあ、賛成ないしはどちらかといえば、まあ、これは認めるべきだというふうに答えていますと、はい、こういうふうな数字を見ると、まあ、社会の側としてはかなり進んでいるのかなというふうな捉え方をしたんですね。で、まあ、特にあの内閣改造が先日ありましたね、はい、で、まあ、その中で過去最多タイの、女性閣僚、まあ、女性の大臣がですね、はい、まあ、誕生しましたといったその矢先でしたけどね、うん、蓋を開けたらもう副大臣政務官のうち女性はゼロだったっていう、これは何のジョークかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、まさにですよね、うん、で、まあ、先日ですか、まあ、少し前ですけれども、世界経済フォーラムが発表した、ジェンダーギャップ指数、これを見てみると、まあ、日本の総合順位がですね146カ国中116位と、うん、で何が足を引っ張っているのかっていうところを見てみると、この政治参画ですよね、もうこの政治参画がもう一人足を引っ張っているっていうところで、まあ教育とかですね、健康はもうほぼ満点ですよ、内社も満点ですよね、経済参画が若干低めに出ていますけれども、この政治参画ですよね、国会議員の男女比であったり閣僚の男女比、最近50年における行政府の長の在任年数の男女比、もうここら辺がもうどうしても 0.061、まあ、1点が満点で 0.061 なんて、もうペンペングサも生えないような数字で、まあ、ここが一人足を引っ張っていると、うん、政治の世界がもう圧倒的にこの遅れてますよっていうこの指摘なのかなっていうふうに思うんですけども、うん、この結果に関してはどのように見ますか。まあ、結局その国会議員の女性の男女の割合ですとか、うんうん、同性婚、あとその年によってですね、夫婦別姓についても、うんうんうん、あの質問している年もありまして、今年はあの夫婦別姓はあの質問数の関係で削っているんですけれども、うん、あのそういうような、まあ、いわゆるそういう、まあ、最近の政治的な動きに近いものというのの質問は、うん、あの結構もう高い割合でずっと推移してまして、うん、要は過半数は同性婚であれば法的に認めるべきだよと、うん、男女同数なんていうのも実際認めるべきだ、あ、近づけるべきだよっていうのは、うん、もう賛成多数なのがもう例年続いていまして、うん、多分そこは何て言うんでしょう、世論が大きくあの動いているというよりは、うん、もう多数派を占めて久しいんじゃないかなという気はしてるんですね、うん、なるほどね。で、あの一方でですね、じゃあなんで変われないのかっていう話になると、うん、それがなんというか選挙の結果に結びつかないと言いますか、うん、今回この質問ってどういうふうに聞いてるかっていうと、それぞれの意見に賛成だと思うか反対だと思うかを答えてくださいと、うん、1問ずつ聞いて、あの同性間の結婚を法的に認めるべきだと聞かれれば賛成の人が多いっていう結果にはなるんですけれども、うん、いろいろなあの政治課題とかを並べたときに、うん、じゃあその同性間の結婚を法的に認めろと主張している政党に入れるんですかというと、うん、人によってそれがあんまり優先順位として高くない。なるほどね。まあ、大体まあ経済対策みたいなのが一番安定にきますからね、うん、なんか経済とか外交とかいろんな課題の中で何を優先して投票するかはやっぱり有権者が判断することで、うん、であなたはこの今回そのどういう ところの争点に関心を持って投票しましたかというような質問を選挙後とかにも聞いたりすると、やっぱりそういうジェンダーの問題とかっていうのはなかなか上位には上がらないんですね、うん、大事な問題なんですけれども、じゃあジェンダーを推し進めているから他の経済政策とか全て取っ払って立民に投票するんですって人がどれほどいるのかと、うん、2021年の衆院選とかはまさにそうで、あの立憲民主党はかなりそのジェンダーというかそこの部分に力を入れて、まあ、いわゆるリベラル色の強い選挙運動を展開したと思うんですけれども、うん、でその項目だけ見れば確かに賛成の人が多いので、うん、あのまあ、あの同性間の法的な、同性間の結婚を法的に認めるべきという動きは徐々に強まったりはするんですけれども、うん、それが主要争点に上がらないとなると選挙では負けてしまうんです、うん、で結果的に、まあ、比例選とかでは維新にあの逆に議席を食われてしまうというようなことが起きるので、うん、一個一個の賛否だけでは
選挙の結果に結びつかないというところが難しさではありますね。うん、なるほどね。まあ、こういった問題ではなかなかその大きな票にはつながらないっていう現実問題はあるのかもしれないですね。まあ、そうですね、うん、まあ、社会全体がこうリベラル化、まあ、社会的なこう価値観レベルでのリベラル化っていうのはもうこの数十年の単位でこうリベラルの方に進んで、まあ、大きな部分はその世代交代というか、うん、まあ、有権者の中でですけどもね、部分がまあ結構あるかなというふうに考えているんですけれども、うん、まあ、ただこういったあのもう有権者のレベルではどっちを好むかっていう、どちらを好むかっていうのがはっきりしている中で、今のところ選挙には結びついていないんだけれども、うん、まあ、何かをきっかけに大きく爆発する可能性が別にないわけではないかなというふうにもまあ思うので、うん、全くなんていうかこう、じゃあこういった問題選挙に関係ないから各政党はこうあんまり考えなくていいかっていうと、まあ、そうでもないかなと、うん、どこかでこう非常に大き なんかこう流れっていうのが来る可能性はあるかなというふうには思っています。なるほどね。うん、まあ、確かにその女性の国会議員を増やしてっていう問題もそもそも候補者として女性がいなければ投票すらできないわけですからね。まあ、その日本版パリテ法みたいなものができて 50% っていうのが今はその目標としては努力目標としてはあるわけですよね。うん、で、まあ、それを守ってる政党とも守ってない政党があるという状況で、なかなかそのこう進まないっていうところもあるかなと思いますけどね。うん、まあ、さっき言ったような同性間の結婚とかであれば、うん、あの自民とか立民とかその政党支持を持っている人以上に、うん、無党派層がより賛成が強いというような数字もあるので、うん、もしかしたらそういうところが一気に今後、うん、あのそういう動きになってそういう選挙に行かなかった昔の人たちを政治に呼び戻すというか、うん、あの向かわせるような動きが起きてきたらもうだいぶ動きが変わってくる可能性もあります。なるほどね、分かりました。で、まあ、ちょっと次の質問に移りたいんですけども、次ね、ちょっとこれも気になったんですよね。国際協調よりも自国の利益を優先すべきだ。これ老後は火星かな。どうしたのお父さん。いや、今日の新聞。人口爆発、広がる移住先。私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある、話題がある。お試し読売新聞。ネットで簡単、まずは無料で。次ね、ちょっとこれも気になったんですよね。国際協調よりも自国の利益を優先すべきだ。これ賛成が 16%、どちらかといえば賛成がこれ 49%、 これはボリュームゾーンですね。で、まあ、合わせると 60% 超えてきますけれども、これを見ると結構は内向き思考が強まっているんだなっていうふうな感じたんですけれども、まあ、そういった傾向みたいなのはこれから読み取れるんですか。この質問項目自体はですね、2017年に調査を作った時に、うん、その当時、まあ、トランプが大統領で、そのトランプを支持するなんていうかこう心的な態度みたいなものを把握しようという中で考えて作った質問だったんですね。うん、なので、まあ、トランプを支持するような人たちはこういう人たちじゃないか、で日本にもいるのかっていうことで作ったんです。うんうん、で、17年の7月の段階では、まあ、賛成とどちらかといえば賛成合わせて 57%、うんうん、で今日では23年の7月では 65% なので増えてますね。着実にこう増えてるというところが、うん、あのここまでの傾向かなと。で、まあ、やっぱりこれもウクライナ戦争の影響かなり大きいんじゃないかなというふうには思ってまして、うん、というのはあの国際協調だけではこう守られないものがあるっていうのが、なるほどね、まあ、眼前とねこう見て取れるわけで、まあ、その中でやっぱりいい、自国の利益優先のような態度っていうものが、まあ増えていってるのかなっていうふうには私は考えています。なるほどね。ただ一方でこの揺れ動く、まあ、その世論みたいなところも感じる質問があってですね、うん、このミサイルなど殺傷能力のある防衛装備品の輸出を認めることに賛成ですか、うん、反対ですか、うんうん、でどちらかといえば反対が 35% で反対が 40% ですね。で合わせるとまあ 75% なので、まあ、殺傷能力のある防衛装備品の輸出に関しては、75% の人がまあ反対ないしはどちらかといえば反対だと、うん、そういった
結果も出ていますよね、うんうん、そうですね。なので、まあ、防衛政策については、まあ、今までは防衛力の強化に賛成ですか反対ですかっていうのを聞けば、うん、大体こうまあ、半々とは言わないですけれども、まあ、分かれてそれでこう有権者の左右ではないですけれども、うんうん、そういったものを測れるかなっていうことだったわけですけども、もうちょっとなんかこう、かなり世論自体が右に行ったので少しこうステップを踏んで聞く必要があるかなというところで、うん、今みたいな質問が入っているわけですね。でよりアグレッシブだとやっぱり反対が多いと、うんうん、で、まあ、もう一つは自分の自己負担みたいなものが急にほのめかされると急に反対が多くて、うん、増税、その防衛力を強化するための財源として増税することに賛成ですか、うん、反対ですかと聞かれると、まあ、反対が大体 75%、 どちらかというと反対も含めて 75% ぐらい、ね、だから、うん、そのイケイケどんどんでどんどんその防衛力つけてもう軍事力自体を増強していくんだと、うん、いうようなこうそういった態度ではなくて、まあ、できるだけこう日本自体はまあ守っていきたいけれども、うん、なんかまあその軍事力をどうしても強化したいというわけではないという、うん、まあ、そこのニュアンスがまあ今回の調査では出てきているかなというふうには考えています、うん、なるほどね。だいぶこの防衛装備品の輸出も議論がまだ、うん、今後具体化していくところがあるので、うん、例えば今回その機関だとミサイルなど殺傷能力のある防衛装備品の輸出を認めることへの賛否って聞きましたけれども、うんうん、これが今まさに議論になっているような戦闘機を海外と共同開発したときに、うん、その扱いってどうなるんですかっていうの話とか、うん、もっともっと何ででしょう、この論点の解像度が上がってくるともうちょっといろんなところでいろんな形で質問をすると、うん、数字のばらつきというか変化とかが出てくる可能性もありますし、うん、もうちょっとじゃあこの質問が意図する輸出ってどんなものをイメージしているのっていうのが議論が進んでくると、うんうん、同じ質問をしても来年度以降より反対が強まるのか賛成が強まるのかっていうのも変化が出てくる可能性はあるので、うん、これは今回今年初めてちょっと聞いてみたんですけれども、うん、で現時点では反対が足して 75% 反対多数ですねっていうのが現在地、うん、なのでこれがどう動いていくのかっていうのは今後調査でまた見ていっていければなというふうに思っています。なるほどね。でもまあその逆の捉え方をすると、まあ、そういったまあ殺傷能力のある防衛装備品の輸出に関してまあどちらかといえば反対、まあ、反対が多い、うん、税金上げてまでその防衛力上げる必要はありませんよ、うん、これも見方によってはまあ内向きといえば内向きだなっていう見方もできなくもないのかなって思っちゃったりしたんですけど ね、まあ、ですね。結局自分の負担になると急に反対に触れるっていうのは結構世論調査では他のテーマも含めてですね、うん、なるほどね。まあ、同じ調査で実はその少子化についてもいろいろ聞いていまして、うんうん、で、それはその読売総大とはちょっと違う紙面になっているんですけれども、うん、そこで少子化対策として追加予算確保をするときにどういった手段がこう望ましいかっていうような、うん、ことを聞いてるとやっぱり増税っていうのは大変不人気でして、これは大体 75% ぐらいが反対。これ例えばその世代によってだいぶ違ったりしないですか？増税だけじゃなくて社会保険料の引き上げ、社会保障費の削減、国債の発行っていうのをそれぞれについて賛成反対を聞いているんですけども、うん、まあトータル、まあ、ちょっと年齢層別じゃなくてトータルで見ると、うん、国債の発行っていうのが一番、まあ、人気があるというか賛成が多くて、これが大体 41% ぐらいですかね。なるほどね、うん、まあだからあんまりこう自分の懐を痛めないっていうような、うん、でも国債なんてね痛めてるんですけどね。そう痛めてるんですけどねそう、うん、でもまあその少子化の財源で聞く質問ですと、うん、まあ、今政府がですね少子化対策として年3兆円台半ばぐらいの追加予算を確保したいんだと、うん、はい、でそのためには財源確保しなきゃねっていう話になってますけど、どんな手段がいいですかっていうことで、うん、一つが増税、うん、で、社会保険料の引き上げ、うん、社会保障費の削減、うん、国債の発行、うん、それぞれどう思いますっていうふうに賛否を聞いてるんですけれども、うん、この中で増税の方になると、うん、より、若い人たちの方が反対が強まる傾向があります、はあはあ、うん、一方で社会保障費の削減となると、うん、今度、数字的には高齢者の方が反発していると。まあそりゃそうでしょう、ね、今年金削られるっていう、うん、まあそりゃそうでしょう、ね、年金料費削られると、うん、だから要は自分が痛みを負うのは基本的に嫌なので、うん、じゃあその少子化長期的に見れば国の問題だよね、うん、我々を支えてくれる世代が生まれなければそれこそ破綻するよねっていう長期的な視野で
視点で若い人たちはそれなら増税も受け入れますわと言っているわけではないというか、うん、あんまりそこは今そんなそれどころじゃないというか、うん、なるほどね、うん、なので必要な政策はあるんだけれども、じゃあ自分その負担を自分が負うんですってなると途端にやっぱり抵抗感になってしまうというのは変わらない、テーマを変えても変わらないっていうのがあるようですね、うん、なるほどね。でもまあこうやってまあ全体をまあ通してみると、まあ、政治的なそのまあ無関心であったり、あとはまあちょっと内向きな感じ、うん、あとやっぱりその経済的にやっぱりこう苦しい人が、まあ、特に若い世代に多いのかもしれないですね、うん、でまあ、そういった増税を嫌うところとか見てみると、うん、まあ、そういった今のその社会っていうのがこう透けて見えるのかなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、遠藤先生この調査をしてみて、まあ、全体の総括ですけれども、どういうふうに今回の結果を読まれますか？まあ、そうですね、まあ、政治的、まあ、私はこういう調査をいろいろ見ているので、うん、この調査を見て政治的無関心っていうふうにはあまり思わ、いつも通りの結果が出てきているというか、うん、こう全体としてはそういうことなんですけれども、まあ、ただ、まあ、なんていうんですかね、政治との距離みたいなもので距離を取りたいと、うん、無関心というよりは距離を取って、あんまり近寄りたくないっていう気持ちが多分有権者には結構あって、政治っていうのはこう分かんないし、うん、なんか、難しいし、人と話をするとなんか対立を生みそうだし、っていうような、まあ、なんかそういったところで、うん、政治のことを非常に考えてる人と、考えてそういうのにこう携わってる人たちと、うん、そうじゃない人たちに多分分かれていて、でそれはこう結構グラデーションで出てくるっていうような、そのこう、そういうふうに、私自身はまあ感じています。で、まあ、そういった研究をしている人たちもいるんですけれども、うん、そういうなんかこう距離、決して無関心で関心が払う必要がないというか、どうでもいいというふうに思っているというよりは、うん、まあ距離を取りたいっていうような、うん、そっちの方が関わりたくないっていうような、そちらの方が強いかなというふうにはまあ思いますね。なるほど、うん、そう、関わりたくないというのは分からないから関わりたくないってことですか？分からないから関わりたくない部分もあるし、はい、あとはまあその政治に関わることでいろんな、なんていうんですかね、コンフリクトが起きるであったりとか、はい、摩擦とかね、摩擦が起きるとか、はいはい、なんかちょっと嫌な気持ちになるとか、うん、まあ、そういったこともまああると思っています。それは世代になんかそれは関係しますか？若い世代の方がやっぱ強いですか？若い世代の方が強いと思いますね、うんうん、それは、うん、こう昔から言うじゃないですか、政治と宗教と野球の話はそんなにするのに、うん、まさに、ね、そんなと踏んでしまったんですけどまあ、ね、昔から言われてたことだと思うんですけれども、うん、若い人により強くなってるとなると結構政治の世界においては影響としては良くない気はしますよね、うん、まあ、学生とか、まあ、私は政治学を教えてるかだと思うんですけれども、学生とか見てて、うん、その政治なんか知らなくていいっていう態度が、うん、強いかというとそうでもない、まあ、知りたい、むしろ、うん、そのもう大人になるとこ、主権者になるとこで自分は知らないと困るっていうふうに考えている学生って結構いるんですが、うんうん、ただそれをまあどこまでこう具体的な形でだったりとか、まあ、アクティブにこうそれに、関わってるかというと、まあ、その方法はわからないし、うん、まあ日々の生活忙しい中でそんな余裕もないしっていうような、うん、まあ、そういったところかな。でも必ずしもその若い人たちがその全然関心がないっていうわけではないんだけども、糸口がこう難しかったりとか、うん、それからまあもう一つはその政治自体も難しくなってるっていうのは昔に比べて、ま、難しくなってたら間違いがないと思いますね。で昔それこそ55年体制の時に自民党と社会党が対立してますと、うん、そうすると自民党と社会党どう違いますかって言われた時に、うん、まあ、割と答えやすいですね、まあ、そうですね、うん、それこそ右と左のっていう話が、そうそうそう、うん、でまあ、今はその自民党と立憲民主党どう違いますかって言われたら、まあ、まだマシかもしれませんが、まあ、例えば一昔前自民党と民主党どう違いますかって言われた時に、うん、結構似てるんですよね、言ってることもほぼ同じだったりとかする。で、そうするとやっぱりその政治で起きてることって何か2つから選ぶんだけども、その2つの違いはよくわからない。で、それはその40年前50年前の若者と10年前の若者では全然環境が違うっていうところも、まあ、あると思います。で、そのままなんかよくわかんないまま離れていってしまう、なんかと
頭の中に少しでも取っかかりがあるとそれをもとになんか新聞読んで考えたりとかニュース見て考えたりとか、うん、それが正しいかどうか分かんないけども自分の中でこういろんなイメージっていうのはできるけれども、うん、そういうのすら少し難しい世代っていうのがまあ確実に存在していると。なるほどね。脱線かもしれないちょっと教えてほしいんですけども、じゃあアメリカってどうなんですか。アメリカの例えば共和党と民主党っていう、まあ、いわゆるまあ二大政党ですよね、うん、これも言ってみればまあ日本のその自民党と民主党のようにかっちりとカラーが違うかといえば、まあね、そのかなり重なり合うところも大きいわけで、当然二大政党で、まあ、あっち行ったりこっち行ったりするっていうね、うんうんうん、じゃあアメリカもじゃあ同じような感じなのかって言われるとそうでもないわけですよね。そうですね、それはですね、あのアメリカにおける、まあ、政党支持、まあ、政党支持って、言ったんですけど、本当は政党帰属意識っていうふうに呼ばれていて、うん、パーティーアイデンティフィケーション、まあ、政党に対するアイデンティティを感じるかとか、うんまあ、っていう、ことなんですけれども、っていうのは、よりその社会の中でそのこう培っていくもので、うん、なんかテレビを見てこういうふうにあの政党とあの政党っていうよりは、うん、例えば生まれ育っていく中でその地域で誰、まあ、共和党支持されてるとか民主党支持されてる、自分の周りに共和党支持者が多い民主党支持者が多いっていう中で徐々に培われていくものなので、必ずしもなんていうかイメージだけではない、もうなんかこう生まれ育っていく中で心の中でこう形成されていくものなんですね、だから社会に根付いてるんですね、で今はそのアメリカは、それがかなり行き過ぎていて、うん、そのソーシャルソーティングみたいな言い方するんですけども、政党帰属意識、今その民主党支持者と共和党支持者の間での分断っていうのが激しい、うん、でそれはイデオロギー的に政策的な意味での分断が起きてるんじゃなくて、うん、その感情的な意味での相手が嫌いっていう、そういう意味での分断が起きてると、うん、だからあの自分の例えば子供が結婚相手として、まあ、自分ちは共和党支持者なんだけど民主党支持者連れてきたら許すか許さないかっていうと許さないって答える人たちが増えたとか、そういったレベルですね、で社会に根付いてさらに分断が起きてるっていうのが現状です。で、まあ、そういった意味では日本で起きてることが、まあ、アメリカちょっと行き過ぎているっていうふうに考えると、まあ、そこまでではないっていうことではあるんですが、まあ、逆に言うと日本の政党が社会に根付いてないっていうことでもあるんですね。あのまあ、それが、非常に大きな問題 で、うん、で民主党であったりとか立憲民主党っていうのが、長く支持をこうつなぎ止めてできなかったっていうのは、うんまあ、一つはそういったこう、社会に根付くっていう部分で非常にその弱いっていう部分が大きいかなと。で、まあ、考えによってはその政治が社会に根付いていない、うん、もっと言ってしまえばもしかしたら民主主義は社会に根付いていない、そこまで言い過ぎかもしれないですけども、うんうんうん、特に政治分野についてはそういう傾向強いかもしれないですね、うん、さっきも言ったようにあまり政治にタッチしないとか、ね、ドライな姿勢は強いですよね、うん、そうね。でもまあその地域の課題っていっぱいあるじゃないですか、うんうん、私も東京に住んでいていっぱい感じますよ、うん、例えばその災害の備えとかね、うん、身近にいっぱいあるわけじゃないか、うんうんうん、やっぱそういったところになんか関心を持つ必要っていうのはやっぱりあるんじゃないかなっていうふうには、うんうん、まあなんか率直には思っちゃったりするんですけどね。そうですね、まあ、だからその ある種で言うと地方政治と国政っていうのが結構切り離されてる部分もありますよね、うん、地方そのこうまあ、地方政治を専門にしている人たちとかの議論だと、うん、その地方の選挙制度とその国政の選挙制度が全然違うので、うん、地方ではもう中選挙区制で、そのこう候補者3人の選挙をやっていて、国政では、まあ、こう、なんていうんですかね、小選挙区比例代表並立制で小選挙区ベースの選挙をやっていて、うん、そうするとこう うまくそのこう政党っていうのが社会に根付いていかない、もうその分断されるそのインセンティブがその地方レベルの 選挙制度に埋め込まれていてっていうのは、もう本当に一部の票だけ取れば当選ができるわけですよね、うん、地方レベルだと。でそうすると、まあ、だからそのこう規模の割には強い組織政党っていうのがまあ存在をするし、うん、で その政党っていうのは国政では、すごい存在感を、まあ、公明党とか共産党のことですけども、うんうんまあ、発揮ができる。でもそこの分断があると、やっぱりそのこう地方、まあ、地方
というか、その住んでるところの問題解決で、まあやっぱり持っていくわけですね、市議会に持っていくとか区議会に持っていくっていうのを普通考えるわけで、でそこでこう出てくる支持みたいなもの、あるいはこう関わっていく人たちっていうものをうまくそのこう国政レベルでつなぎ止めて、こう大きな組織ができないっていうのは、まあそれはこうもう大きな問題じゃないかなと思いますね、うん、でも逆に言うとなんかそれを今一番できてるのってもしかして維新とかかなって思ったりもしたんですけども、うん、それは大阪ではできてるっていうことなわけですね、うんうん、大阪ではできているし、うん、でまあ、公明党とか共産党とかも地道にそれをやってるわけですよね、うん、あの地方レベルで。なるほどね。で、まあ、その政治的なそのまあ情報を得る機会がまあまりないと、うん、じゃあやっぱりそのメディアの役割っていうのはやっぱ重要だよねっていうことになってくるんでしょうけれども。そうですね、うん、こういうような世論調査通じて、まあ、結局その政治のことはよくわからないと、うん、あの非常に難しい話していて、国会の議論とか、うん、まあ日中やってるけど日中 NHK 見てる余裕なんてないんですけどっていう人が大半だと思うので、うん、まあね、ただ国会中継見てるだけじゃ分かんないですもんね、うん、そのでそこでなんかね副音声で解説でもしてくれりゃいいんですけども、はい、そういうのがよくわからないという人たちに、うん、じゃあどうやって関心持ってもらおうかっていうのの一つの手段が我々のやってる世論調査でもあると思いまして、うん、まあ、いあのそれこそ分かりやすい言葉でですね、今回その、まあ、直結はしないかもしれないけどイメージとしてクリーンだって思う生徒どこなんだろうっていうふうに考えてもらって、うん、でまあ、答えあの直接答えてもらう人にはその回答の段階で考えてもらいたいですし、あの実際に結果を見てみて、あ自分とだいぶ世間で考え方違うなとか、あこれはそうだよねって思いながら、じゃあ自分の中での政党のイメージってどうだったんだろう、うん、今の岸田内閣をどういうふうに評価してるんだろうっていうふうに見つめ直してもらえる機会にもなると思うんですよね、うん、なのであの世論調査で、まあ、先ほど言った定例での内閣支持不支持政党支持上がった下がっただけではなくて、うん、こういうようなところの記事でですね、あの今どういうことが課題になっていて、それに対して世間全体的にはどういうようなトレンドが起きているのかっていうのも見てもらえると、少しはちょっと関心持ってもらえると嬉しいなという思いは調査に込めて記事にしているので、ぜひそういったところを読んでいただけると嬉しいなとは思うんですが、なるほど、ね、あと世論調査部の記者さんたちはコラムを結構書かれて、ウェブコラムみたいなのも結構最近書かれてます、ね、うん、そうですね、うん、あの世論を見るという形で、うん、あの読売新聞オンラインの方で公開しているコラムでも、ね、今回取り上げられなかったような調査データですとか、うん、まあ、過去の調査データとかの比較とかもいろいろ解説しているので、うん、なるべく分かりやすくあの深掘りして伝えられていければいいなというふうに思ってます。そうね、まあ、ある種このニュースの副音声みたいなのがね、やっぱりもうちょっと求められるのかなって、うん、それこそ若い人であったりその無関心な人にその関心を持ってもらうためには、うん、やっぱりこう説明を尽くす必要がありますからね、うん、やっぱりこれだけのボリュームの世論調査をなかなか紙面一枚で説明しようっていうふうになっちゃうと、うん、ちょっと難しいところもありますからね、うん、そうですね、うん、まあ、特にこの総大調査、先ほど先生がおっしゃったように継続してやってるので、うん、過去との比較とかになると非常に なんて言うでしょう、何回あの噛めば噛むほど美味しいスルメみたいな状態なので、まあ、そうですよ、うん、ねえ、結構お金かけてやってるんでしょうからもっとたくさんなんかこう示すのした方がね、うん、やっぱこう元取っていかないと我々はなんでいけないの、ね、たくさん乗っけた方がいいんですよ、こういうの、うん、はい、ぜひぜひ皆さんにそうやって関心持っていただけるとね、そうするとまた世論調査に協力してくれる人が増えるので、うん、より正確であの面白い調査ができるかなと思います。そうですね、逆にこの世論調査に答えた人なんていうのはちょっと政治的な関心って高まりますよね。自分がこうやって答えたからってやっぱ結果気になりますもんね、これはもう最も高価なあの最も高い、教あの政治教育の教材っていうふうに言われてますので世論調査に答え世論調査っていうのは、ね、はい、確かに確かに、はい、ありがとうございました。本日のゲストは世論調査部の深谷博隆記者と早稲田大学の遠藤正久教授でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話、この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。 X、旧 Twitter でもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。